はいどうもこんにちは、ピアさんのゆうとのんです。今回ですけど囚人特別化で遊んでいこうかなと思います。行っていきましょう。さあ両方新衣装なんですけど、今週ねめっちゃサバイバーの新衣装出ます。はい、まあ、ということで今回は前編と後編2試合目で分かれて、もう一気に、ね、4衣装を紹介しちゃおうかなと思います。うん、で前半がこの演劇の星衣装の囚人、うん、でその空軍がなんだっけ、象牙の塔シリーズってやつかな。めっちゃ安かったよね。60エコ、まあエコだからもうどうしても課金にはなってしまうんですけど、すごいね値段の安い優しい衣装となってるよね。普通に可愛いよな。追われるかも。追われてる。え、追われ、いや中央、それこれの方がいい。いや来たね、さすがにやっぱ囚人の、あボンボンだボンボン。オッケー。あーや怖すぎ。あれだ、モノクマだモノクマ。まあ、チェイス入るか、まあ、中央通っても大丈夫そうこれ。うん、あもういなくなっていなくなるの早っ。まあ、とりあえずここそこの真ん中の2つやりかけって感じかな。うんうん、うん、そうだね。これできれば、あーやあー怖い怖い、一発出ちゃうわ。オッケー。まあ、こっちの工場停車だったらね、なんとか。そうだね、飛んだんだけど。うちんとこ来たよ。嘘でしょ。そっち行ったんだ。囚人追わんことある？銃使った。あ、まあそうだね、瞬間使ってるからもう興奮じゃないし。空軍久々に使ったけど、うん、強気でチェイス、じゃあ強気で火力回せるのがいいなって。いやまあ確かにね、思った。銃あるし、いったここでもみたいな。確かに。いや追われてない。いや追ってる追ってる、そっちがガンガンいってるよ。追ってない追ってない、登ってきてない、登ってきてない。上がってたけどな。いやこっち来たね。結局俺かい。まあまあまあ、どうしようかな。こっちで上がった。そうだね、ナイス。最初にやっぱ救助職の人に俺は送電して、絶対その買い、そう上げてるっていうのが好きなんだけど、うん、俺がすぐに追われちゃうっていう。2台ともそこを中央がっぽり開くっていう感じか。うん、そうなんだよね。まあそこ任せるわ。わかりやすいよね。この3板で何が？あの青い仲間がさ、うん、ああそうそうそう、いや分かりやすい。確かに。いやこれ当たるんだ。うまい、このボンボンの人なんか独特な読み方してくれ。頑張って、まだまだ。はい、ビリビリかの板で、これが楽しいんだよな。しかも今回怒りじゃなくて、なんだっけ、あの凶暴じゃなくて、なんだっけ、あのなんだっけ、怪力か、怪力ね、怪力さん振ってるから、もうめちゃくちゃ長いです。いやまだ持ちそう。今回のこの衣装ね、うん、空軍結構こういう衣装多いんかなと思うんやけど、制服だよね、それ。そうスカートの長さと、うんうんうん、あのなんていうかな、スカートの裾の広がり方っていうのかな、うんうんうん、それがね、あの女性ならではの話になるんやけど、あーあれだ、ヘースだ、あるんよ。何が？このスカートの広がり具合は自分に合う、うん、合わないっていう。そんなんの、スカートに。骨格によって、うん、人の骨格によってね、スカートの合う合わないがあって、うん、長さと素材だけじゃないん？あ、全然違う。違うんだ、広がり方とか。長さは正直関係ないかも。まあ、関係ないの？関係あるけど、あでもそれよりも、いや、遠い、ごめん、うん、形なんよね。形なんだ。そう、皆さんこれがね、男性諸君聞きましたか？女性のスカートを選ぶときはそれを考えるといいらしい。知らんけど俺は全然。それうちも結構最近知ったんやけど。最近知ったんかい？いやそう、日本買ったやろなみたいな。あ、意外とやっぱそういうあるんか。それ買ったのは確かに、普段よりもなんか足のなんか微妙だったなっていうのを改めて感じること、はい、このタイプの空軍のスカートは割と好き、うん、割と好き。それ好みやん、自分の。いや違う、自分の好みや。合うってこと。ああ、自分にね、自分に合うってこと。よかったよ。さあ救助、ナイス救助。これ残り1台もナイス、普通にもう積んでしまっていい。うん、もう寸止めだよこれ。ナイス、ナイス、はいナイス。これは俺はもう終われないかな。炭鉱だ、炭鉱チェイス入った。じゃあこっちが、うちは開けちゃおうかな。強気、あ強気だね。どっちか、多分ね、瞬間こっちに来るかそっちに飛ぶか。まあ両方開けとけばね絶対大丈夫だから、うん、それでいいと思う。俺は中間待機しとこうかな。そっち側まだ誰も開けてないっぽい。あ本当？いやこっちがいるよ、踊り子がいる。オッケー。どうしよう。しかも今回、あ、ノーマンないんだ。うん、衣装めっちゃ多くてさ、今回紹介する4つの衣装プラスね、さらにね、2月1日に祭祀のね UR 衣装と UR 携帯品のセットも来るから。誕生日なんやね、祭祀の。あ、誕生日なんだ。そうそう、それで記念で来るんだ、うん、めっちゃいろいろあるからね。まあ、今回いろいろこの動画見てもらって、欲しいのがあるっていう人は一応祭祀を見てから買うといいかもしれないね。そうやね。そう、多分一応その祭祀で一旦衣装更新は終わりなはずだから、うん、また今後もあるけど、普段しかアップで来ないけど、うん、今回は特例というか旧正月かな、中国の。ああ、まあそれに合わせてか、うん、珍しいよね、月曜日に追加とかさ。そう火曜日に追加とか。よし、まあ、ということで、もう一回遊んでいこうかなと思います。さあ2戦目遊んでいこうかなと思います。行ってきましょう。俺が石でノンが炭鉱者っていう珍しい組み合わせですねこれ。もうねさっきからね、うん、ずっとやらかしとって泣いてます。いや俺もね、もう何にもないところで見つかって即死ばっかしてますね。炭鉱者難しいわ。いやもう変わってほしい、本当に変わりたいよね今使ってるキャラクター。これなんでかっていうのをね説明したい。
あ、なになに？スコープをゆいさんが持ってなかったんですよ、うん、いやそうなんだよな。これ入手条件がいろいろありまして、担当者の方はスコープ500個なんだよね、うん、でこのスコープってめっちゃ貯めるの難しいの、もう醍醐の中で、うん、それが俺持ってなくてのに買ってもらったっていう感じだね。え、衣装とかによっては1000個ぐらいかかるのとかあるんよ、うん、この間の雲の衣装とかも1000スコープ、そうそう1000スコープ、そういうのもあって、まあ、貯めてたんだよな。そう、販売してるのがあったら、うん、神戸に買った方がいいかもしれない、まあ、もし欲しいのが来た時って考えたらね、うん、俺もな、なんで外しとるわ、うち何があれ、磁石、あ、粘着しようって生きって言ったら生きって外した、うん、まあでもそれでタゲちゃんしてくれるなら俺サイシのことを治療できるから全然それでいいよ。二人で乗ってるじゃん、二人で乗ってる、オッケー。カンタは瞬間移動でどっちを追われてる、やりに来てるね、やりに来てるよ、サイシが代わりにチェイスヒート、サイシ戻った感じか、ごめんな。まあじゃあ普通に、まあここでね、いろいろ負傷されても大丈夫なのが今回医師なんですよね。あ、そうね。で今回の医師の衣装は訴求シリーズっていうシリーズで、まあ、今回、前回紹介したバイオリニストと同じなんだけど、もしこのね荘園という闇のゲームに参加しなかった場合どうなるのかっていうのをテーマにした衣装となってます。すごいよね、そんなやったら全サバイバー全ハンターそういうシリーズがあるってことやもん。まああるね、結構今までも結構出てて、それの今回医師とバイオリンが出たって感じかな。なるほど。そうで、この医師に関してはそのこの荘園に来なかったら、闇のゲームに参加しなかったらもうみんなを救うような、なんかもう、もう女神様のような医師になりたいっていう風に書いてた。これなんだっけ、アルゼンチンじゃなくてさ、アルゼンチン、あ、でも言いたいことわかるよ、わかる、あ、分かる、ナイチンゲル、あ、そうそうそうっぽいよね、うん、そうそうそう、なんかね、紹介文のナイチンゲルっぽいなって感じで書いてたこれ。あ、そうなんや、うん、医師とはまた違った天使の人みたいな感じよね、うんうん、あー、まあ確かに、医師だけどみたいな、うん、ここ、俺も、あ、まあ、うちは向こうが行く方がいいかな、うん、そうだね、ゆいがこっちやってもらおうか、まあ粘着行ってもらってもいいし、なんでもいいし、オッケーオッケー。いや、もうめっちゃナイチだね、最初食らったのめっちゃ早いなと思ったけど、めちゃくちゃチェイス伸びてる、うん、さあここで祭祀ダウン、まあそこをさっき傭兵引き継いでもらったから、傭兵が救助行って俺が新規回してで終わりかな。うち粘着ちょっとしたいんやけどな炭鉱で粘着したことあるの今まで、何回も試合今してきたけど、うん、1回くらい、1回成功してないか、1回風船救助は成功してない。あ、そうなんだ、うん、もうほんと粘着キャラ使わないんだね。無理だね、典型的な、何段の面白いに使われるんだろうと思っちゃう。あるよね、第五人格で、第五人格女子なんだ。あ、そうそう、うん、もう絶対そういうキャラが使わずに、もう義士と祭司で死んでない、女子には限らんよ、いやいや、もういや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 、絶対いるって、いやおるけど、やっぱランク戦やってるさ、わかるんだけど、うん、そう毎回ピックでも、あ、この人女の人だってそれで思って、うん、で対戦して、あ、もうプレイングのこのキャラコンがもう女の子だってなって、最後の対戦後で、はい、女の子ってなる。なんでここまでわかりやすいんだろうね、このゲーム。いや、わかんない、本当にね、キャラピックと動きだけなんだけど、やばい。これですね、それはあれなんですけど、まあ、爆弾さえ避ければ、まあ、なんとか、なんか危ない危ない、めっちゃ爆弾狙ってくる、死んじゃうかもしれない、最初の、おー、やばい、あー、やだやだ、俺は第五女子じゃねえぞ、追ってもそんな良くないぞ、なんか馬鹿に戦取ってくれるのしてないしてない全然してない、あー、やばい、ボンボンでかすぎ、横にでかすぎる、まあでも荘園加速で、うん、強いね、それ、まあ、逃げますか、まあここの暗号機離れれると思うわ。ちょっとユイにやったら粘着失敗しても、うん、みんなにはバレんけん、行こうかないや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 、もう動画見てます、これ今何万人の人が見てます、失敗してるってなるけど、そんなここに参加してる2名にねバレないのが意味ないよ、いいじゃんいいじゃん、何万人が見るから、いや、どうしよう、いや、もう死ぬ、あー、死なない、死なないですね、始発側、始発側、オッケーオッケー、爆弾だけね、回復したいんだけどな、でも2回しないかんか、無理か、さすがに、いやー、ごめん、強いな、まあまあまあ、でもこんだけ離れてるから、まあ寄せられることはないと思う、いや、ちょっと、まあ、ダブル救助でいいけど、そこ釣られるかな、まあここ、あ、そこじゃない、あ、釣らないんだ、へー、どうしたらいい、これ、いい感じ、1回でもそれ、ここ、あ、いやー、でもここ行ったら、いけ、頼む、あ、なんだなんだ、いけ、引き寄せ、引き寄せ、引き寄せ、あれ、なんで今いい感じだったじゃん、確かに角度難しそうだったけど、なんか壁に当てなきゃいけないんじゃない、いや、しかも間に合うんかい、ここペンチ振ってんのかな、この人、上下瞬間だからワンチャンペンチ振りある、あの距離、うん、先に行くよまで待てば全然救助もできる、まあそうだね、いや、傭兵ないっすよな、もうそっちが回してくれてて、回してくれて、うん、普通に傭兵救助も一緒に来たらいいのにって思ってたけど全然ないっす、これどうしよう、これまあ無傷、左右、まあ、いいよ全然、キーパスとかいらないし、頑張って、でも、いや、これもう、いや、ごめん、いや、でもいける、これリモート使った、オッケーオッケーオッケー、うん、これ入らないわ、ロング、オッケー、ロング入らずに、うん、逃げよう、まあ、こんだけの衣装を今回4つ紹介したんですけど、なんとね、明日2月1日にもね、サイシの衣装出るんで、うん、
まあ、それも見てからなんか欲しい衣装がある人は買った方がいいかなとは俺は思いますけど、合計5キャラやね、まあ一番好きなキャラクターのね、うん、衣装を買うのがいいと思うし、うんうん、もちろんもちろん何かの参考になればな、まあ、あと値段もね、明日の最初は UR 衣装 UR 携帯品なんでね、多分一番高いかな、高い、うん、3000円以降ぐらいはするんじゃないかなと思います。まあ、また明日紹介しようかなと思いますので、今日もご視聴ありがとうございました。バイバイ。